はい、どうも皆さんこんにちは、こんばんは、アキです。ミヒトです。はい、本日もモンスターハンターワールドを攻略していきたいと思います。本日攻略するモンスターは顎です。はい、顎眼筋で、顎眼筋正式名称、裏眼筋ですね。そうですね、はい、私は顎と呼んでますけどもね、すごい顎に特徴がある、獣竜種に属したモンスターで、別名爆椎竜とも呼ばれてますね。はい、でこのモンスターなんですけども、水属性が効果的でですね、毒攻撃、気絶攻撃などもね有効なモンスターであります。まず特徴としましては、振動攻撃が強くて、火の属性やられですかね、あれが厄介なモンスターですね。そうですね、火の属性やられっていうと少しずつ体力が削られていくんで、はい、これ、注意しましょう。で、あとは睡眠ガスとかね、火炎ガスですかね、それもまた厄介な攻撃ですね。はい、あと弱点としましては、通常時は頭で、怒り時は、腹と頭になりますね。あ、俺は今頭って言った？通常時腹です。通常時は腹です。はい、ごめんなさい、間違えました。腹ですよ、腹、頭ではないです。ということで、そんなに難しいモンスターではないですね。そうですな、モンハンワールドになってからはね、はい、ワールドでそこまで難しくなくなりました。で、戦い方としては、水属性でいき、腹ですよ、腹を中心に頭、腹を攻撃していくと。であと、顎眼筋って言われるぐらいでね、顎の攻撃が面倒なのでね、顔の前方を避けて戦いましょうということですね。はい、あと何か特徴ありましたっけ？あ、こいつちょっと特別で、よだれ垂らしてるときって疲れてるときなんですけども。ああ、一緒やな、お前と。それは私、寝てるときは確かによだれ出るかもしれんけど、違う、疲れてるときね、回転攻撃すると、こいつ転倒しちゃうんですよ。で、転倒してるときって、攻撃しやり放題なんですけども、はい、背中のトゲ、ゴツゴツしてるところに近づくと、採掘できます。俺が毎月血抜いてるやつね。それは採血ですな。お後がよろしいようで。お後がよろしいようで。ということで、こういったモンスターなんですけども、早速狩りに行きましょう。レッツゴー。今日も楽しくゲーム実況、プレイは大胆かつ慎重、プリーズサブスクライブランデブー、ミヒトチャンネル。さあ狩りを始めましょう。はい、今日はどんな装備で行くのかな。今回はね、ちょっとロマン武器ってわけじゃないけど、水属性の武器が何かなって調べたら、この双剣作ってきました。あ、ドクダミハムズたちプーアールってやつやね。なんですかそれは。双剣美茶やないか。なるほど、それ双剣美茶の英語。まあいいや、すごいな。で、今回の双剣なんですけどもね、結構簡単に作れる水属性の武器でございますので、皆さん結構おすすめです。はい、この角度をね、大好きな角度ですねこの角度好きな方いらっしゃいますからね。はい、さて、いたな、顎出ました、顎眼筋。ちょっと顎、本当顎見てほしい。ちょっと待ってね、これ以上近づくとバレちゃうんだよな。ちょっと顎、こっち見て、顎、おい、顎、顎、ちょっとこっち見て、顎、顎、こっちなかなか、ちょっと先制攻撃取るために罠を、オッケー、顎見えますかこれ。すごいよね、顎がね、やばいっすよ。だからこいつ顎って僕呼んでるんですけどね。ね、顎、オッケー、気づいたな。怒ったやん。怒りました。顎顎言うもんやから。顎。こいつも多分最初顎って呼ばれると思ってなかっただろうな。はい、これ、顎を使った振動攻撃ですな。ちょっと待って、こっちに来い。よし、ちょっと痺れ罠に仕掛けて、この闘技場では罠があるんでな。石落とす。オッケー、結構ダメージ与えた。普通死ぬぞ、あんなでかい石落ちてきた。な、普通は死ぬ。あ、いた、今の尻尾に当たったのか。今の尻尾に当たり判定がいってしまったみたいですな。ちょっと待て、俺は今の顎かと思った。似てるな、前と後ろ分かりづらいな、これ。結構形に似てるんで、腹を徹底的に狙って、これやばいやつ、これ火炎ブレスです。ブレスじゃないね、ガースこういう攻撃がありますのでね、今わざと受けたんだよね。もちろんやっぱ皆さんにね、攻撃のパターンもね見てもらわないとね。はい、普通にやっちゃうと一方的にね、ボコボコにしちゃうので。ボコボコにしちゃうんでね。こいつがね、たまに出すね、今右側で爆発したと思うんですけども、はい、あれ攻撃与えると爆発するんで気をつけてください。
だって裏側にキーンこれって何もしなければ爆発しないの。いや時間で勝手に爆発するんですけど、裏眼筋がこうやって通ったりすることによっても爆発するんで、こいつ自爆みたいな感じになるよね。そうなんだけどね、この爆発ダメージ、このモンスターが出す裏眼筋が出すね、うん、この今爆発したやつのダメージは、うん、裏眼筋には入らないみたいです。ああ、まあそりゃそうやろね。お、この振動が一番でかいんだよ。これかなり動き止められるんで、よし、腹、腹を狙っていくぞ。なんかやっぱハラハラするね。腹だけに腹狙っておるからな。お、 V 破壊いいね。結構ねこのほんと腹、ザ腹って場所にいると攻撃避けれるんだよ。今の顎だったな。あ、ピヨッタ、アキさん助けてくれるかな。あ、アキさんも吹き飛ばされてるわ。ちょっと待ってくれ、顎待て、落ち着け。よし落ち着いたな顎。あ、これ振動攻撃、この間は結構やり放題っつことで乱舞を食らわそう。なかなかこの振動攻撃がね、しんどい攻撃ですね。しんどいです。しかもね、あの怒り時は顎っていうか頭弱点になるじゃないですか。ただね、普通のこの状態の時ってね弾かれるんですよ、顎硬いから。だからちょっと今回装備のスキルであの武器が弾かれないようにしてますので、基本はどこ狙っても大丈夫なんだけど、はい、振動攻撃、ちょっと回復してなければ思いっきりガツガツいったんだことだから、この振動攻撃がしんどい攻撃だよね。またかこれそれいくらでもボケられるな。まあ、今のが回転攻撃なんやけど、疲れてたらひっくり返ります。あ、尻尾壊した、尻尾ちぎっちゃった。これ採掘できないの。いや、これはもう剥ぎ取り扱いになりますね、尻尾なんで。よし、アジさんが気を引いてるうちに私はガッツリやつ出していただこうかなと思ったら、近くに石ころ爆発する、石ころっていうか俺おとりかよ。アキさん、まあワールドでは結構ニャンターっていうか 音も役に立つ、あー立つんですけど、この振動で動きを止められるんだ。今回ちょっと食らってしまいましたけど、待て待て待て、こっちの準備が整ってない。やっぱこの振動攻撃がね、来るか来るのか来るのか、もういい、もうええかもういいわね、諦めんなよ。はい、しんどーしんどい、あー言ってんじゃねえか、結局言ってるんだよな。ちょっと待って、あっちさん助けてくれてもいいやで。ちょっと刀トギトギしたいっちゃしたいんだけど、隙あるか、閃光弾準備しよう。でもすごいよね、戦いの最中にさ、はい、刀を研ぐってね。そうやな、普通完璧に隠れないと無理だ。よし、トギトギ上手に研げました、ま、今度肉焼くか。まだワールドで肉焼いてないんだよな、一回も。あ、そうなの。そうなのよ、だからそろそろ焼かないとと思ってるんだけどさ、肉に困んないからさ、ちょっと待つんだよ。 OK、 やっぱね、肉はよう焼いた方がいいよね。うん、こんがり肉じゃないとあかん。逃げるな。まあ結構削れてはいる方やと思うけど、よれ、よし、そろそろね、顎壊せると思うんだけどね。一応 V 破壊で顎も壊せるんですよ、うん、ただアキさんも言った通りね、打撃攻撃、うん、ハンマーとか、狩猟笛だったら顎にダメージ入りやすいんですけど、今回双剣なので、うん、まあ無理やりダメージを与えている感じですか。多分ね、なんかやっぱあの顎は残しときたいよね。残しときたいよ、あの顎壊す気満々やった。どうしよう、よし、ピアレ、だってこいつの生きがいやで、顎。生きがいなの？顎、お前そうだったのか。誇りに持ってるから。顎を。うん。そんな。昔から。あれ？あ、アキさん。そこはロングロング顎やろ。いや、うん、そうなんだけど、ちょっと解説を。顎、疲れてる。よだれ垂れてるの分かる？ちょっと顔見せないといけないんだけどな、ちょっと。カメラ操作が難しい。お前、よだれ拭け。よだ、私はよだれ、今出てない。大丈夫、腹も減ってない。顎！あ、顎壊しちゃった、顎壊しちゃった、ごめん。あ、疲れてるの分かる、ゆだれ垂れてるでしょ。顎壊したらさ、はい、もう裏眼筋じゃないじゃんこれ何になるんだ、眼筋じゃん、裏どこ行ったいや、壊れてるな、本当に壊れてるな。あ、転がる転がる、はい、ずっこけた。これで背中、あー、背中を採掘させてください。違う、これじゃない。はい、カチンカチン、ちょっとチクッとします。これダメージ入ったら面白いのにね、この採掘で
チクッとします。ちょっと待って、今気づいたぞ。それ採血、採血や。さっきも言ったやつやないかい。オッケー、ちょっとそろそろ、あ、そろそろ決めそうなんで、敵さん倒しそうなんで、ちょっとかっこよく決めたい。大体ね、俺と一緒にね、こうやってね、あの実況してね、はい、気抜きすぎや。マジですか。ちょっと待ってね、一回動きを止めたい。まず砥石で刀の切れ味を最大に。よし。でちょっとかっこよく決めるために、秋さんちょっと気を引いててくれよ。私はちょっとかっこよく決めること。こっち向いて。よし、もう少し削ろう。あ、これガス、これガス、ガス、これ火炎ガス。今回睡眠ガスあんまり使ってこないな。こいつのガスってさ、全身から出るんやね、なんかね。そう、そうだね、腹部からなんかいっぱい出してはいる感じかな、これ。お前が腹ばっかり切るからちゃうの。え、穴開いて出るんじゃないの。おならじゃないのそれ。あ、元気に登ってきたらダメだって。もうすでに裏言われなくなったし。裏言われなくなっちまった、ガンキンさん。ちょっとね、双剣のアクションでさ、前紹介したんやけど、すんごいくる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 回転しながらね、切る攻撃があるのよ、うん、それこうやって段差利用しないとダメなんで。あ、そこで方向するか。超高速属性解放切りってやつ。それじゃないんだな。しかも超高出力属性解放切りな。俺なんか間違えた。なんか間違ってなかったか。超高速入れてしまった。高速か。待てよ、これ決めれるか、決めれるか。当たらねー、当たらねー。お、危ない危ない危ない。ちょっと元金、ちょっと行くぞ。鬼人化して元金さんに向かって突進。オッケー。このね、空中で回転切りして、なんかあの決め技で決めたって、なんかいいね。必殺技じゃないけど、まあなんかモンハン以外のゲームで例えるともう必殺技になってしまうよね、扱いが。うん、オッケー。今回裏元金アゴ狩猟完了です。はい、こんな感じでね、やってみてください、ご参考までに。ご視聴ありがとうございました。今回の動画は楽しんでいただけたでしょうか。コメント、高評価、チャンネル登録、リクエストの方お待ちしております。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。